一昨日行われたプレーオフ決勝で J1 昇格の切符を逃した清水エスパルスの秋葉忠宏監督らがきょう SBS 静岡新聞社を訪れ今シーズンを総括しました SBS 静岡新聞社を訪れたのは清水エスパルスの秋葉監督と選手会長の山原レオン選手らです1年ででの復帰を誓ったた今シーズンでしたが

来シーズンは必ず昇格すると決意を示しました。